Good morning, guys! My name is Lian and welcome to my video! ということで、今回の動画は、久しぶりにちょっとリアクション動画をやっていきたいと思うんですけど、今回は何を見ていくかというと、海外のパーフェクトスコアって方が挙げてる、Evolution of PeeLee in all Fortnite trailers and cutscenes っていう、まあ、PeeLee の今までの歴史、いろんな、Fortnite のトレーラーとかで出てきたと思うんですけど、それを全部、チャプター2シーズン6までまとめてる方がいたので、ちょっと今回この動画を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。Let's!オッケー、じゃあ早速ちょっと見ていきたいと思います。プレイ。ピーリーだ。懐かしい。これシーズン9だっけ。これ地下のやつだよね。これあ、ここジョンジーとピーリーで、うわ懐かしいなこれ。これでずっと、わー筋トレしてるよピーリーが。これが初めてなんだ、トレーラーに出てたの。アーケードゲーム。あ、これもあったね、ブラックホールの前に。で、これ、あれでしょう。食べ物がないんだっけ。あと、食べ物がないんだ。なんかね、ジョンジーがピーリー説みたいなやつもあるんだよね、今、フォートナイトで。バナナとジョンジーを合わせてピーリーになったみたいな。どうなんだろう。それの映像もあるんかな。あ、来た。出た、バンカージョンズィーと、スムージーのピーリーだね。うわー、懐かしい、チャプター1だ、これ。ネオティルテッドでしょ。覚えてるよ、俺、このトレーラー。うわー、懐かしい、これ。こん時にちょっと戻ってみてーなー。普通に神シーズンだったよね。The future is yours. 次なんだ、次のピーリーなんだ。あ、シーズンないんだ、これ。さて、次のピーリーは何ですか。あ、これで俺が言ってたやつ。バナナとジョンズィがいて、裂け目があって、これで、こういうのすごいよな、マジで。よく作ってるよ。やばい、ダメだよ、ダメだよ。こうなって、ほら、ジョンズィとバナナなんだよ。これがピーリーの最初だね、多分。たらこれ、これもシーズン9かな。あー、これはブラックホールですね、確か。だよね。うわ、懐かしい、これも。久しぶりに見るな。そっか、この時もピーリーいたよね。確か。なんか、これ、確か。これだったと思う。予想。いるはず、ピーリーがどっかに。スカルトルーパーじゃない。おー、ケビン。来い、ピーリー。あれ？どこだっけ？なんかよーく見るといろいろなんかあるよね、この映像って。あ、いたいた、ほら、これ。ピーリー。おー、あ、これシーズン10だ。夏いですね。さて、次はこれ。これはなんだこれ。毎回ジョンズいるよね、なんか、ピーリーと一緒に。あ、スムージーピーリーじゃん。あ、わかった、これ。これあれだ、アイアンマンのやつだ。アイアンマンのパロディみたいな。もともとアイアンマンの映画でこういうシーンあるんですよ。ピーリーのこれだ。いいね。夏い。これはグール？あ、グールのやつか。あ、ほんとだ。あ、これ半身ピーリーがあれか。すごいな。ピーリーもいろいろあるな。あー懐かしい、これフォートナイトメア。あ、こん時もいたんだ。これも多分さっきの延長戦だよね。これいつだっけ。ハンティングとかあるけど2019年、2020年かな。いつか覚えてねえや。次は？あ、もうチャプター2じゃん。てん、うわこれもでももう言うて1年ぐらい前でしょ。あっという間じゃない。俺いまだにこのトレーラー覚えてんだけど、みんなと見たの。あっという間すぎんだろ。これチャプター2のシーズン2だぜ、これ。
やば。うわ、懐かしい。エージェントピーリーだ。うわ、この扉懐かしいな。何百回も見た、これ。確かキャプテンと考察してた時だからさ、マジでめっちゃ見てた、これ。おう、ブッシュレンジャー。そうですね、セブンがいて。デッドプールだね。あー、エージェンシーだっけ。ニャッスル初登場。マイダスも初登場だよね。おー、やべえな。あっという間だな、マジで。もうシーズン6やからな、今。次なんだ、次。次なんだ？どこだろう、次。シーズン4か。え、この時、あ、わかった。俺わかったよ、これ。みんなわかったかな？何のピーリーか。俺は知ってるよ。言わないけど。これもシーズン4だもんな。マジで時間経つのあっという間すぎん？ウルヴァリン。このシーズンも神だったね。いろんなミシックがあって。あ、いた。今一瞬ピーリーいたぞ。おー。あ、出た出た。ここでピーリーが？シャーンってこのピーリー結局来なかったよね。ずっともらえるもらえないとか言われて。欲しいんだけど、このピーリー。ウルヴァリンピーリー。くださいよ、エピックさん。うわ、ギャラクタスが来てる。だいぶ前だけど。え？あ、もうでも6分経ってんだ。あとなんだ？この時？マンダロリアン、シーズン5だね。ピーリーいたっけ？どこでピーリーいたっけ？あ、いた！ピーリー、ピーリー。え、こんな一瞬あ、でも結構映ってるわ。あ、これだ！このピーリーだ。ピーリー進化してんだね、これ、ちゃんと見ると。進化してるっていうか、なんかちゃんとストーリーラインがある。あ、で、これが一番最近じゃない？多分。石化したピーリーから次はなんだ？なんだっけ、これ。このシーズンもでも終わるもんね。早くね？俺ついこないだなんだけど、これ見たの。もう終わるで、シーズン。あと7日でシーズン7だもん。1週間よ、1週間。ここら辺だっけ、ピーリー映ってきたの。なんかでも進化してたっけ？あ、ニャッスル。あ、あお。あ、いるいる、ピーリー、ピーリーいる。ピーリー。あ、リュウに。ああ、これが進化したピーリーなのかな。竜に殺されたってこと？そういうこと？もしか、え、そういうこと？竜に殺されたってこと？おお。これで終わりなんかな。うん。これで終わりっぽいぞ。これで終わりじゃない？ここからあれだもんね、ファウンダーが来るもんね。え、ガチであそこでピーリー死んだのかな。終わった。あ、つまりじゃあ最初から最後ってこと、これピーリー。そういうこと。終わったよ。そういうこと。ピーリーも死んじゃったってこと。え、次のシーズン7のトレーダーで出てこなかったらガチじゃん。やだよ。頼むエピック、ピーリー生き返らせてくれ、お願いします。はい、っていう感じで今回は今までのピーリーの歴史を全部一つの動画でまとめてる方がいたのでちょっと見てみたんですけど、思った以上にあれやな。なんかいろいろすごかったね。ちゃんと歴史があるよね、ピーリーも。最初ジョンディーとバナナから始まって、いろいろとなんか進化してて、スムージーになったり、宇宙行ったり、半分ゾンビになったりってなって、最終的に竜に殺されるっていう歴史があったから、まあ、今後ね、どういう感じでピーリーがまた登場してくるのか、それとももう登場してこないか、わかんないですけど、まあ、楽しみにしときましょう。っていう感じで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。ピーリー可愛いと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ピースアウト。